ハッセルブラッドのカメラ製品一覧。ハッセルブラッドのカメラ製品一覧はハッセルブラッドが製造したカメラ製品の一覧。66cm 半フォーカルプレーンシャッター内蔵、一番レフカメラ。レンズマウントはこのシリーズ専用で、後のハッセルブラッド V システムとは別である。フォーカルプレーンシャッターを装備するのでレンズアダプターを、いすれば色々なレンズが使用できる。 ハッセルブラッドがコダックのスウェーデン代理店だった円から当初用意されたレンズはエクターであった。外見はコダックエクトラ用に似ている。プリセット絞り。1952年頃カールツイスオプトン製に変更された。反射防止コーティングと色補正が施されている。プリセット絞り。その他社外品として以下が知られている。ハッセルブラッドを代表するシリーズ。 6、6センチメートル半一眼レフカメラ。エレクトロニックフラッシュの発達により、全シャッター速度同調への要求が強まり、フォーカルプレーンシャッターでこの要求を満たすことは不可能であったためレンズシャッター内蔵のボディが開発された。最初のモデルはスープリームワイドアングルである。ボディには、レンズシャッターを使用する500シリーズ、フォーカルプレーンシャッターを内蔵する2千二百200シリーズ、 レンズは固定でマガジンのみ使用する SWC シリーズテクニカルカメラのフレックスボディとアークボディがある。レンズには大きく分けて C シリーズ、K シリーズ、CF シリーズがある。シュナイダークロイツナッハ製のバリオモン、アークボディ専用、ローデンシュトック製グランダゴンを除きカール材製である。レンズシャッター内蔵レンズ専用である。500C シリーズに自動巻き上げモーターを内蔵した。 ボディで、そのため疑似的にクイックリターンとなる。超広角撮影専用ボディ。レンズは小群7枚のカールサイス製、ビオゴン38メートル MF4.5 が固定されており、フィルムマガジンは V システム用を使用する。専用のビューファインダーが付属。1600回、1000回シリーズ同様、フォーカルプレーンシャッターを内蔵したボディで、このため、レンズアダプターを介すれば、 世界の無数のレンズ会社から供給される各種のレンズが使用可能な汎用性の一種である。ただしシャッターの構造は電子制御式厚さ 0.014mm のチタンマークと非常に現代的な構成になっている。施表では故障が多く一旦壊れると修理代が高額であるという。レンズシャッターを内蔵していない回、シリーズレンズ及び一部使用制限があるものもあるが、 レンズシャッターを内蔵する C シリーズレンズ、CF シリーズレンズが使用できる。フレックスボディとアークボディがある。アークボディは専用レンズしか使えない。C はデッケル製レンズシャッターであるコンパーを内蔵しているとの言い,い、各シリーズに使えるが2000、200各シリーズで使用する際はシャッターを開放する必要がある。露出設定は EV 値、LV 値を元に設定し、 シャッター速度と絞り値が連動して稼働するライトバリュー方式となっている。被写界深度の指標は絞りに応じて自動で動く凝った作りとなっている。文字はプリントでなく刻印されており、摩耗に強い。初期の頃のレンズ共同は美しいクロームメッキを施された白共同であるが、1973年から順次黒共同に変更された。前期はモノコート、 1974年頃から順次 T のマークが入ってマルチコートになったがマルチコートの導入初期には T の入っていないレンズも見受けられる。絞り羽根の形状に丸みがついておりはっきり五角形が現れる CF シリーズレンズよりもボケの形が自然になる。アタッチメントは FI50mm バイオネット式 B57 と表記される規格を基本とする。 1977年にセニ FC 発売と同時に発売された。F はフォーカルプレーンシャッターを装備する意、e、で、レンズシャッターが装備されずに1200角シリーズにしか使えない。シャッターの制約がないため開放回値が他のシリーズより明るく、最短撮影距離が短い傾向にある。アタッチメントはファイ 70mm バイオネット式を基本とする。シリーズに 電子接点を備え、205TCC、202FA、203FE、205FCC の速攻システムと連動する。当初は、KITCC というシリーズ名称だった。1995年3月 203FE 発売と同時に FE に解消された。新シリーズの後継で、レンズシャッターのボディとフォーカルプレーンシャッターのボディの両方に簡単に対応する。 シャッターは、プロンター製に切り替わっているが C の文字はそのまま使われ、アタッチメントは、FI60mm バイオネット式を基本とする。1998年末から順次発売された CF シリーズの後継で CB シリーズレンズと共通デザインの共同になった。I は改良版、インペルーベドの E、CFI シリーズに、 電子接点を備え200シリーズの速攻システムに対応した。E はエレクトリックの E、CFI、c f へ、e、の時代に登場したシャッター内蔵オレンカ版レンズ、回、セットボタンが省略されている。ローデンシュトック製内部部品にスウェーデン項を用いて耐久性を上げるとともに歯車同士の材質を変えて万が一破損しても他の部品に影響が出ないよう考慮。 されている。マガジンスライドを引き抜かないと、シャッターが切れないよう誤射防止の役割を持っている。使うにあたっては決まった手順があり、この手順を守らないと、最悪の場合発損する、可能性がある。日本の富士フィルムと協力して製造している、完全電子制御式のレンズ、交換型レンズシャッター式オートフォーカス一眼、レフカメラ。オートフォーカス中でもピントリングを回すと、 マニュアルフォーカスに切り替わる。フィルムマガジンは、バーコードを検知し120フィルムと220フィルムの切り替え、装填、ISO 感度のセットが自動でされる。マガジン途中交換時の車高板は引き振ったでなく、巻き取り式なので紛失の心配がない。デジタルバックとの親和性も高い。富士 GX645AF プロフェッショナル用。 AF 藤野に HC レンズシリーズと同一製品。CF レンズアダプター H を使用すると、V システムのレンズがフォーカスエードで使用できる。1950年10月から製品につけられる製造番号は、文字2文字数字5桁となり、最初の文字2文字が製造年の生歴か2桁を表す。V イコール1、H イコール2、P イコール3、I イコール4。 c イコール 5, t イコール 6, u イコール 7, r イコール 8, e イコール 9, s イコール0である。すなわち例えば cs 1501は c イコール 5, s イコール0から1950年生であることがわかる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。